相手の気持ち、自分の気持ちの差を取る。差を取る。差を取る。これを悟りと言います。いや、陰陽師で悟り。ね、間を取る。つまり、相手の気持ちと自分の気持ちの間の差をなくす悟り。これが仏教でいう悟りなんですよ。本当に。悟り。悟りの境地ってのはね、他の人との間の気持ちの差がない。他の人と同じこと、だから泣いてる人がいればその悲しみを自分のものにしてね、あげる。嬉しくて喜んでる人があれば同じ嬉しい気持ちになってあげる。怒ってる人がいれば一緒に怒ってあげる。それが仏門に帰依してる、ね、坊さんの役目なんです。それが修行なんです。それを悟りと言うんです。ところがね、今なんか哲学的に難しいこと言ってね、座禅組んで、なんかね、この前ね、私あの脳の、 あの活性、いろんな脳の中のどこがね活性して動いてるかってことを、見極めるあの科学的な装置が何種類かあるんですよ。ファンクショナル MRI とか、それからあの近赤外トポグラフィーとか、それからまあ一番ポピュラーで昔からあるのが脳波ですね。この3種類があるんですけど、それどれも使ってね、一度お坊さんの、あの禅宗のお坊さんで、なぜお坊さん頼んだかっていうとね、電極貼りやすいんですよ。あの髪の毛ないから。あの普通に髪の毛がある人はもう電極とかいろんなものここにね128個つけるんですよ、頭皮のところに。これねすぐ取れちゃうんですよ。ちょっと頭を動かしたらすぐポロッと取れて大変なんですよ。でも坊さんは剃ってあるから貼っつけやすいんですよ。でお願いして貼っつけて、でそのさまざまな脳のどこら辺が活性化してるかってやった。そしたらね、その禅宗のお坊様がね、私はね悟りの境地を開いてるからこうね禅定してしまえばもう脳のねどこももうあの眠ってる時と同じようになりできますよとかおっしゃって、あじゃあお願いしますと。本当に半眼って目は半分開いてて完全に閉じてる時は寝てるんですよね、だから目は半分引き開いてこうやって、ね、座ってらっしゃった。でそれで確かにねあの脳の活性部位がないんですよ。でクソったれと思ってね、なんかこいつやってやらんといかんなと思ってちょうどうちのね、その機械を貸してくれてた日立製作所の営業マンがあの僕の方ちょっと入れるから何言ったらこれ使ってみますかって何って言ったら、あの男性向け週刊誌でこうパッと開いたらあの女性の裸のカラー写真が、あ、ええねこれ貸してって言って、その半眼でこうやってるお坊さんの目の前にふっと下ろしたの。本当に悟ってる坊さんなら何の変化もないはずやと思ってパッとやったとかビューンと来て、なんや生臭坊主やんけと。でだからね、悟りの境地ってあのいわゆる哲学的になんかねもうなんか心ここにあらずのなんかようわかんないあのね涅槃の心のようなそんな状態とかそんなもんじゃないんですよ。陰陽師という昔から言う悟りっていうのはね、その時より相手と同じ気持ち、相手との気持ちの上の差を取る。これが悟りなんです。それをして差し上げることができるのが陰陽師であり、その後、お坊さんであり神主さん、まあだから本当はキリスト教の神父さんもそうじゃなきゃいけないんだと思うんですけども、
寄り添う、あのキリストもそうですね、キリスト教もそれから仏教も慈悲の宗教、愛の宗教ですね。やっぱり本当にそれぞれ苦しんでる人、嬉しい人、喜んでる人、その時折の気持ちに寄り添って同じ気持ちになってあげる、それでいいんですよ。それだけで何も言う必要はないです。何もね、怒ってダメじゃないかって意見する必要もない。ただそばにいて、だからね、実演してみますと、でなんかここで少し悲しそうにしてる、はい、ちょっと悲しそう、はい、ちょっと演技力が、ね、この時ね、もうそんなええやんけ、そんなんとかね、僕がついてるやんとか、そんなこと言葉で言ったってダメなんですよ、ね、と言って、じゃあどうすればいいのか、まとり、悟り、相手が泣いてるとき、例えば延々泣いてるときは、ね、もうね、あのそばでね、泣いてる、そばにいて、僕も、これだけでもいいんだけども、まずはね、このまとり、つまり空間的な差も通ってる、ね、でその上でこう、どうかありがとう、ご無理をお願いしました。僕の好きな歌で、あの、1970年代ぐらいの日本の歌です。歌謡曲というか、まあ歌謡曲ですね、あなたのそばで泣いていいっていう歌があったんですよ。あのなかなかいい歌で、要するに男の人が血の涙を流す、つまり男の人がね、当時、今の男はしょっちゅう泣きますけど、当時1960年70年の頃の男ってまず人前で泣き涙なんか見せないのが男だったんですけども、その男が、ね、血の涙を流すように泣いてる、つまり仕事上か何かでもう本当に悲しむべき状況に陥ってる、そのそばで私も泣いていいっていう歌だったんです。でね、もう血の涙を流してまで泣かなきゃいけないぐらい悲しい目に遭ってるんだから、もう何も言わず、慰めの言葉もいらない、ね、慰めにハグする必要もない、ただ一緒に泣いていればいい、だから私も泣いていいっていうような、僕もうろ覚えなんでごめんなさいね、うろ覚えの歌詞なんですけど、大体そんな感じの歌詞でした。歌詞、つまり、あの頭の中を同じにするの難しいんですよ。もう一回、あ、後ろの人は見にここで立って泣いてる、立って泣いてる、向こう向いてる、立って泣いてると、本当に泣いてんのか、嬉しくて泣いてんのか、悲しくて泣いてんのか、わかんないんですよ、これね。じゃ あもうそんな悲しくないとか言ったら、実は楽しくて泣いてたらしゃあないんですよ。でそこでね、実は同じ態度を取る、同じ行動パターン、だからもう一回やって、こういう感じで泣いてると思ったら同じようにするで、人間不思議なもんでね、体の動作に気持ちがついていくんです。気持ちが、だからこうしてると相手と同じ動作してたら、相手のその動作によって相手の気持ちもそうなってるんですが、その気持ちになりやすいんです。ところがね、相手はこうやって泣いて、なんかね、こういう動作してる、僕がこういう動作してたら絶対に同じ気持ちになれないんです、これじゃあせめて動作は一緒にするね。動作を同じにするってことがね、一つの意識の魔術の第2点です。
で、これはね、自分を騙す手でもあるんですよ。自分を騙す手。例えばね、もう一回、いやちょっとね、今夜行きたいとこがあるんで一緒にどうってこう、ね、あのこうしたとします。だ、本心ではゾッとしててね、今ゾッとして、もう何よりによって何こんな変な人と思ってるんだけども、でも立場上、ね、僕がここの講師でこちら、ね、校長先生で僕を怒らせたら来月から来てくれなくなる、それ困るという立場上を、でも内心気持ちの上ではゾッとしてる、こんな男と行きたくないと思ってる時に自分の気持ちを騙すんです。どうやって騙すのかというと、自分の気持ちいくら考えても騙せない。そこでね、自分の体の行動態度で騙すんです。だから態度で、あの、まあ、まあ嬉しいわとか、ちょっとそうそう、まあ嬉しいわとか、こういうことをしちゃえば後から気持ちはなんとなくそっちに向くんです。一人の中でもそういうことが起きる。ありがとう。相手との間だったら、相手がやってる行動、あの動き、真似する、真似、これがねすごく有効なんです。相手の真似、相手が貧乏ゆすりしだしたら、こっちも貧乏ゆすりしたら、だいたい頭の中に似てくるんです。相手がそわそわしだしたら、こっちもそわそわしてみりゃいいんですよ、ね、相手がうーんってこうやったら、こっちもしてみるんですよ。同じような場所にいて同じような動作をすればするほど、実は頭の中も似てくるんです。似てくる、つまり差が取れて悟りの境地に。そうするとそういう時に、こちらがよろしくお願いします、これいかがですかって言ったら、ちゃんと相手はそれを受けてくれるんです。つまり導き方、ね、相手、本当は相手をね上手に気持ちをね導ければいいんですけど、それもう難しいんです。だからいろんなことで相手を、ね、太ったんじゃないとかね、相手がカチンとなるような状態に、単純な言葉でそれを、ね、誘導しておいて、自分もちょっとカチンとした気持ちになる。そうすることで差が取れて、まとりの術がかかって、相手はこちらの思うつばというか言った通りのことになるんです。それがね、魔術で、それはね、いろんな分野でまだ名残が残ってるんですよ、実は。いろんな分野で、例えばね、お相撲、お相撲さん、あのご覧になった方多いですよ、もちろん直接じゃなくてテレビとかで、あの相撲取りがちょっと校長先生と相撲を取るわけにいかないから一人でやりますけどね、あの土俵にこう腕ついて、よいしょって言って、ね、こうこう、なんであれ四つん這い、まあ四つん這いですよね。このままプロレスとか他の競技、柔道みたいに立ったままで、はい、はっきりのポッターで始めりゃいいのに、まず仕切り線のところに両手をつかせるでしょ、二人同時に。それが合図です。まあほとんど今あの形だけになってほとんど触らずにすぐやっちゃいますけど、本当は仕切り線のところに両手もついて、でそこから今日に残ったあれ始めるんです。つまり二人ともが同じ頭を下げている状態、つまり悟りなんです。同じ状態の頭にしてるんです。なぜなら相撲ってのはもともとは手乞いというふうな名前で呼ばれていた
神社、神道のご神事なんです、あれは。神道のご神事で、あの関取、ほら、関取も鳥でしょ。関取。関取っていう、ね、お相撲取りさんの体に神様が降りてこられて、こちらにはなんとかなんとかの神、あちらにはなんとかなんとかの神が降りてこられて、神様同士が、ね、相撲を取る場合もあれば、こちらは人間のまま、それに対して雨の水神主が降りてきて、相撲を取る、そういう場合もある。ともかく、神社の、ね、本殿の前で手乞いというご神事をしていたのが相撲の原型なんです。で、したがって神様が降りてくるようにしなきゃいけない。じゃあなぜ四つん這いになるか。立ったまま始めたんじゃ神様降りてこれないんです。実は四つん這いになって初めて降りてこれるんですけど、じゃあ四つん這いになるとどうなるのか。人間、皆さん一度やってみてください。暇の時に、今夜でも寝る前、ほとんど今人間こうやって暮らしてるでしょ。座ってるか立ってるかどっちか、あるいは寝てるかどっちかで、まず犬や猫みたいに四つん這いになって生きてる人、生きてる時間、そうないでしょ。皆さん一度やってみてください。家に帰って、まあその辺でやったらね、警察が来ますからやめてくださいね。でも家に帰って誰もいない時ぐらいにやってみてください。一瞬じゃダメですよ。まずせめて 2,3 分じっと。何が違うか、つまり頭空っぽなんですよ、ね、座禅、禅定したら頭無心になれる、大嘘ですよ、ね、禅寺に行ってね、座ってね、じーっとやってるやってるほど雑念が湧いて、でもどん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 これでもかっていうぐらい雑念が湧くんですよ。あれで無心になるなんてそんな難しい。だから禅寺ではね、わざと難しくさせてるんですよ。それでもなお無心になれる修行なんですか。じゃあどうやるのが一番簡単に無心になれるのかって、四つん這いです。犬みたいに、猫みたいに。だってそうでしょ、犬や猫心ないんですから。人間のように直立、二足直立してる人間だけが心がある。動物や、ね、動物、犬や猫やそういう四つ足動物は本能しかない、本能しかない。お腹空いたら食べます、ね、嫌になったら逃げていきます。そんなことしかできないんですけど、我々は違う、心があるから、ね、お腹空いてても食べないこともあれば、ね、嫌なのにくっついてくる場合もあれば、もう様々です。だからね、そういう心をなくしてみる一番いいのは動物に近づく。動物に一番近づくのは、さっきの態度で示す、行動で示すには、四つん這いになって2、3歩歩きゃ一番いいんですよ。犬のように馬のように2、3歩四つん這いになって歩いてみてください。もう雑念が消えます。で、そうやって2人の関取、お相撲さんを四つん這い状態にして空っぽになったところに神様が降りてくる。雑念があるとか心がある時には神様降りてこられないんですよ、残念ながら。これはもうはっきりしてます。もう神道のさまざまなご神事でも、そういうことはよく分かってますので、まあいわゆる陰陽師の、技術の中もそうです。だから手乞いというのも実は陰陽師、手乞いから陰陽師の技術も出てきたし、それが形骸化して、相撲という競技になってます。で、したがって行動を
自分の体を使ってさまざまな行動をすることによって自分の脳の状態、思考、意識、内面、そういうものを誘導する。相手と自分の思考をできるだけ差を取る、悟りを実現するためには最小限必要なのは相手と同じ行動をする、動きをする。相手がね、頭下げてるのにこっちがこうやってたらね、絶対に悟りになれないんです。相手が頭下げたらこっちも下げなきゃいけないんです。それはね、鉄則です。だから日本人のご挨拶で、ね、大抵こう何回か会ってる、ね、人でも初めてその日会ったらこうやって「あ、こんにちは」って、相手も「こんにちは」って言うでしょ。この時は相手が頭下げるのに相手も合わせて、こんにで相手が「こんにちは」って言うのを相手も合わせて「こんにちは」で、今日はいい天気ですねってこっちが言ったら、そうですよね、いい天気ですね今日はとか言ったら、もう完全に、ほぼ完全に頭の中同じ悟りの状態になってるんです。そこで今夜映画でもどうですかって間を詰めると、もうもっといいわけですよね。だから我々日本人の生活習慣、お作法の中にはね、結構この意識の魔術、悟りが残ってるんです。